これがまあこのポゼッションがどう体力をいますか。やっぱり気になりますね。そうですか。動きを見てると、はい、いる家庭の一人だと思いますが、どういうふうに見てもらえるか。選ばれました。そして昨年は全米代表デビュー、A 代表デビューをしました。まあ、大森が行きます。ボックス内、大森に渡して柔らかくクロス入れます。キーパーですね。非常に、ね、落ち着きあってこうクレバーな選手なので、ぜひ代表でもね、はい、入って活躍してほしいですけどね。はい、ロシア大会選ばれればないと、はい、生き残っていけない。縦パスを入れていきました大森です。そして長いのシュート、キムスリング、はい、ここでようやくクリア。ティーラトン左サイド、ティーラトンが上がって中を見てクロス入れます。ヘディングシュート。やっぱティーラトン選手もいいボール上げますからね。そうですね、精度は非常にいいです。チームとしてはそういう選手がいるので、追ってから この上がりが少し遅いような気はしますよね。ティーラトンクロス、ヘディング、足を伸ばすようなそんな仕草を見せています。ここはうまくヒールで流した。ムロヤクロス、グラウンダー。世界でも戦えないですし、これはもう心強いチームとしては、はい、そしてまた先ほどのチャンスシーンですね。予選の中かなり選手たちには応えるそんな状況なんですね。まあでもまあそれを言い訳にはできないんですけど、王家からのパスが出ます。そしてティーラトン、これはチャンス。ティーラトン、しかしやっぱスピードはそれほど自分はないので、ティーラトンのパス、渡辺和真、中グラウンダー、足元崩しやすい形になって、今度はティーラトン、神戸にとってはまだあります。ティーラトンクロス、渡辺和真戻します。高い位置まで持ってこられた方が逆にカウンターを仕掛けやすい、はい、オリベイラ選手の総力が生きるところですかね。そのスタイルでもうずっと今シーズンここまでに。さあティーラトンです。大川は大月を流した。いや、ここは取りません。シミュレーション取りました。ファールです。東京としてはもうあれがね、コーナーキックになっている中、左足のふくらはぎあたりを、ピッチ元監督、まあ、解任ということ、試合試合が大事になってきますよね。19点中14点が結構前半ところですね。あくまで過去のデータからというなんか様子を見ているのか、疲れているのかっていう、ちょっとこうまったりとしたこうゲーム展開なんですけど、はい、さあここは光輝がヒールでつないで、ティーラトンクロス、ちょっとこのクロスが流れていく、なんか本当にフレッシュで、はい、オーケーです。ご覧になるこの代表です。控えていたポジションを今やっているというところで、かなりこの神戸の中でも中心的な役割を担うポジションになりましたよ、今はね。大森からのパス長いです。一つこの形でチャンスを作りました。左からのパスが出る。ティーラトン駆け上がる。ティーラトンのクロス、ウェリントン、最後、はい、ハーフタイムの監督の指示です。そしてどんどんパスを回していこうという指示を出ています、はい、これは一人一人がテンポよくパスを回そうという意識を持つだけでだいぶ変わってきますか。ハーフタイムのコメントです。しっかりとボールを動かして攻撃のテンポを上げよう、守備のメリハリを状態なので、はい、この時にどれだけ周りが動いてパスに当たりました。シュートブロックは今高萩です。ティーラトン、ウェリントン、そして渡辺和真、ティーラトンのクロスボール、ヘディングクリア、丸山でもいいかもしれないですね、はい、まあ、それで後ろの押し上げを促す。おととしの得点王が戻ってきました神戸。さあ、そしてティーラトンがドリブルで上がります。ここまでは前半のボーケが一番、トップが一番イエローカードを持っています。残りは15分です。ティーラトンにパスが出る。クロス。セットプレーのチャンスを、ティーラトンがこう攻撃絡むというシーンも今日は多いですね。当たるを抑えてレギュラーに定着しています。コーナーキック、ティーラトンです。正確性であったり、そこが勝負の分かれ目になってくるので、まあどう。ティーラトン。
チーム全体が変わるつけられるんですよ。はい、対してプレッシャー、ブレアも行きました。ベリントン、コーナーが行きました。ショートを使いました。ショートコーナーからクロス、ティーラトン、ヘディングクリア。そしてティーラトン、ティーラトン、まあ、共に3つの交代枠は全て使い切りました。前半残り1分です。そしてアディショナルタイムがあとどれぐらいあるか。ウェリントン競り合います。そしてティーラトンです。ここは突破かかって、伸びていた、室屋折り返し、ゴールでしたね。絶妙でした、ね。しかしここで試合終了のホイッスルです。ただこう